兵力を殲滅する。この貨物エレベーターが地下につながってたのか。はい、特別なキーが必要だったのですが、いつの間にか風間様に盗まれてしまっていたようです。あいつまさか最初からこのつもりで。確か彼は CIA のエージェントだったな。とすれば資料を漁って世界再エンエンジンの情報を事前に得ていたかもしれないね。風間はいつも人のものパクるんだよ。それよりラボエリアの警備は表のエリアの比ではない。激しい戦いになるだろうから準備の方は入念にしておいた方がいい。私たち女子供ばかりなんだから頼りにするわよ、アサルト。よっ、大黒柱。いや、しかしなんかこの場の全員僕より強い気がしますが。オッケー、本当に本当の最終ミッション開始ね。あのさ、誰かもう一度教えてくれない？さっき風間が喋ってたけど、ぶっちゃけ何言ってたかよく分かってないのよね。アメリアさん、正直ですね。ネガボットは舞台みたいな不思議装置の上だったということだ。さっきの乗っ取り事件での一連の出来事が演劇のように繰り返されているようだね。そしてこの演劇は配役があちこち入れ替わるのだが、風間は自分が主役でないのを不満に思っていて、自ら装置を再起動させようとしたというところだ。オーケー、よーくわかったわ。つまりは敵を全滅させろってことじゃないだな。なるほど、さすがはアメリア様でございます。
世界各地から集められた原理不明の不思議物体だね。一部はすでに製品への転用に成功したものもあるのだよ。ちょっと待って、あれは昔某国の革命でぶっ壊されたはずの有名な彫像じゃない。一人でに動く彫像は珍しくない部類だね。その破壊されたというのは偽物だろう。合法で手に入れるには難しいものも多い。何言ってるの？イネーヌはなんでそんなことも知ってるのよ。さっきからヤバい事実がどんどん出てきてますが、僕らは生きて帰れるのか？もうすでにおしまいですよ。皆様にラボエリアを見られてしまっては、私はもう頭がおかしくなってしまいそうです。皆様に今すぐお亡くなりになっていただきたい反面、お世話になったご恩もございますし。とりあえず今は見てないふりしよっか。お亡くなりとか言われるの怖いし。私のことも全て後で話してやる。今は急ごう。今日も元気よく業務に励みましょう。毎度どうも。いってらっしゃいませ。アメリアさん、
この先がおそらく風間様たちのいらっしゃるところでございます。こっちはいつでも突入できるわよ。どうするの、ミスターアサルト。トイレ行った？ごめんけど、カノはちょっと行きたいんだよ。一刻を争う事態かもしれないんだぞ。何を悠長なことを抜かしてるんだお前は。しかし大事な場面で催されては集中を欠くばかりか、いまいち閉まらないことになりはしませんでしょうか。行くなら早く行けばいいだろう。だができるだけ急ぐのだぞ。ウェーイ、ちょっと待っててね。千鳥さん、お手洗いはどちらですか。おい、お前も行きたいんじゃん。すでに閉まるも何もないわね。ゆるゆるでございますね。すいません、戻ったらすぐに突入しますので。これが世界最遠エンジンか。でけえ。あ、風間大丈夫？そいつは頭を打って気絶した。あまり動かさない方がいい。ミネーネ、あなたも大丈夫なの？風間を追って少々無茶をしてしまった。うまく腕が上がらん。だから代わりに頼む。あの世界最遠エンジンを君たちで止めてくれないか。ええ、任せなさい。助けてあげるって約束でしょ。では一斉に行きますか。最大攻撃を叩き込めば多分いけるでしょう。残念だが、世界最遠エンジンの破壊はこの私が許さない。と言ったらどうするね。ん？いきなり何を言い出すの？もう一人のイネーネ。そうなんだよ。バグって二人に増えたくせに、どっちもが喋るとややこしいんだよ。アメリア、聞け。私が言うとまたややこしいが、あいつはお前が知っている私じゃない。別人格だ。え？何？どっちを撃てばいいの？しょうがない。これでどうだ？おお、いつもの格好に戻った。あなた誰？イネーネじゃないの？私は米田イネーネ博士だ。そこのエージェントイネーネとはコピー人格という関係かな。なんだと？この世界再現エンジンは私が起動したのだ。そして私は観客となり、この世界の全てを見通せる意識体となった。この便利な体のおかげで君たちと話せているがな。そして一方で私自身にも役が与えられ、この再現世界に放り込まれたようだ。それがそこのエージェントの黒服を着た私というわけだ。君はかなり焦っていたようだな。その気持ち、わからなくもないぞ。お前、何がわからなくもないだ。ふざけるな。私は観測者となるはずだったんだ。何かの手違いだと思っていた。アサル、話の意味わかる？いいから。何やら重要な話だ。集中して聞いとけ。怒んなよ。白い方のイネーネ、意味わかんないことばかり言って人をからかうのもいい加減にしなさいよ。いいや、私は真面目に言ってるよ。アメリア、僕らを観察して楽しむのが目的ですか。そしてこの先もまだ再演を繰り返すと。そうだ、この先も少しばかり私の興味に付き合ってもらう。世界再演エンジンの全てが解明できるまでな。ああ、もうややこしい。どんなにごねようがその装置は破壊させてもらうわ。
給料も出ないんじゃやってられない。サラリーマンをなめるなってものですよ。そうだそうだ、二人に勝てると思ってんのか。いや、私をここにエスコートしてきた時点でお前たちにもう勝ち目はない。そうだろ、オッサージョーカー。なんじゃこいつ。メガボットはまだそんなのを隠し持っていたの。これが私の真の切り札。確実に敵たりを全くする。うわ、こいつ倒すのめっちゃ大変だ。やるしかないだろ。帰ってこいつのことも成果報告書に加えてやる。いい覚悟で当たると。こういうのはビビっちゃ待てよ。私たちの底力見せてやろうじゃない。なかなか楽しませてくれるじゃない。けど相手が悪かったわね。お前たちは死にすぎだ。全てリセットする。こっちはとっくに就業時間外だ。絶対に帰らせてもらう。必死だ。おいおい、どうしようよアサル。攻撃を受け流す達人でもいない限り勝てないよ。そんな、殺される。ふん、いやー、そんなことでは困りますね。仮にもミスターショータイム様の後継者候補とあろうもの。ミスターショータイム様を差し置いて世界の再演など愚か。このような愚行みすみす見逃すような私ではありません。尾藤アサル、そして CIA のお方、とどめはお任せしますのでどうぞと、ミスターショータイム様はおっしゃっております。今こそグランドマスターの力お見せください。わかりました、ありがとうございます。案外やるじゃない、千鳥。あとは任せなさい。さっきの攻撃でジョーカーのアームユニットが外れた。だったらどうなるの。ダイソーが機能しなくなり、踏ん張りが効かなくなる。おー、だってさ、アサル頑張れ。行くぞ。Yeah!
て皆さん、合わせますよ。はい、分かったわ。倒されるなんてありえない。いや、私も思うの。ここは世界再現エンジンの舞台上だ、ね、エンターテインメントの法則にのっとっていると考えれば、ノリと勢いが勝敗を分けてもおかしくはない。そうか、今さスピン法則が。早く帰りたいという思いの強さですね。ヒーローが勝つに決まってるじゃない。伊達に主役っぽい格好してないわ。ちょっとちょっと、これで彼女たちどうなんの。私に聞くな。都合よく全てを巻き戻るのか、それとも消滅するのか、おかげさまで分からずじまいだよ。ちょっと待って、何か様子が変だぞ。ん？なんだ？何かが降りてきている。あれは大きなカーテンみたいだが、どうやらこれにて舞台は閉幕のようですね。とミスターショータイム様はおっしゃっております。再演世界が終わるようだが、我々はどうなってしまうのか。カノコはどんな世界でもカノコだろう。へえ、じゃあそれは今度犬ね。犬？うん、人間の姿のまま犬。しょうがないからカノがお散歩連れて行ってあげるね。フンの始末はバッチリから自分でやれよな。わけがわからない。この場面ですべき話かよ。よくやったよ。次の世界でもよろしくな。死んでもお断りするよ。僕は君なんかとは縁もゆかりもないようなまともな企業スパイに戻りたいよ。ならエンジンにそう祈ることじゃな。風間、起きなさい。なんだかんだ事態は収まったわ。けどあなた結局裏切り者ってことよね。そうなるね。僕を殴るんなら好きにどうぞ。己のやったことに悔いはないぞ。それにどうやらこの再演世界はカーテンコールを迎えちゃったようだからね。いいわ、今は殴らないでおいてあげる。あなたにはいろいろと勉強させてもらったしね。それはいい心がけだね。この風間と組んでようやくスパイの何たるかをちょっぴり学習できたというわけか。ええ、そうよ。あなたを今殴ってもしょうがない。だから次の世界の風間に罰を与えようと思ってるの。おいおい、なんじゃそりゃ。そりゃ反則だ。協力に感謝よ。短い間だったけど我々は最強のチームだったわ。いや、それほどでも。よかったらこれからも組んでみるってどう。 CIA はジャパソの工作員も随時募集中よ。おい、アサルはずっとカノと組むって約束なんだよ。横取りしたらダメなんだよ。あなたたち、なるほど。これは失礼。あの、ちょっと待ってください。
ミスターショータイム様も大変ご満足の様子ですね。それでは皆様ごきげんよう。尾藤君だろ。どうやらお仕事は一段落ついたってところかな。君か。どこで番号を知ったか知らないが、いたずら電話はやめろ。そうかい。ところでニュースの方は気に入ってくれたかな。はあ？ネガボットは君が取り戻したようなものじゃないか。だから善良な市民を代表して君の活躍をマスコミに伝えてやったよ。お前それは復讐のつもりか。せこすぎるだろこの野郎。おっとちょっとは喜んでくれたようで何よりだ。はっはっは。それじゃあアディオスルーザー君。よしっと悪く思わないでくれよ。とにかく最後にかっさらったものが勝者なのさ。あとはゆっくりとこいつを拝見するとしよう。それが僕のビクトリアだ。うわー！え、なに？嘘！落ち着きたまえよ。話し合おうじゃないか。うるせえ！このまま逃げおおせると思ったの？あんたへのお仕置きはまだ済んじゃいないじゃない。ネガボットのラボから盗んだのをよこしなさい。わかったから頼む。家具を蹴るのやめろ。そうはいきませんね。あ、おい、どこから。あなたが手にしているのは世界サイエンエンジンの解析データですね。それをどうするおつもりでしょう。ミスターショータイム様を差し置いてマスターピースを扱うことは許されません。ちょっとテロリストが何を抜かしてるの。あなたたちに貴重なオブジェクトを渡すわけにはいかないじゃない。ほう、マメリカのユーキグランドマスターに盾つこうというのですか。では約束通りここで戦って差し上げましょう。君たち、ちょっと！さっきから人のベッドやらテーブルを踏んでるんだよ。分かってるのか。よう風間、いい部屋に住んでるんだな。うおー、テレビでかー。パンチしていい？いいぞ。おい君、テレビに触るな。結局尾藤君までなぜここに。自分の持ち物は GPS で追跡できるようになっててね。いつだったか誰かさんに貸したデータメモリを追いかけてきたというわけだ。そういうこと。さーてどうする。一流スパイさんよ。もう勘弁して。
遅れよ君たち。ここは僕の部屋だって言ってるだろうが。あ、データメモリが。拙者忍びの者なり、これにてごめん任。誰だよ。忍者？本物の忍者なの？キャー！忍者！あーたれー！忍者こっちに行ったんだよ。おのれ、僕から逃げられるとでも。メモリを。ミスターショータイム様、ちょうど冷蔵庫になかなかのワインが冷やしてございましたので、どうぞ。どうぞじゃねえよ、それも僕のだろうが。こんなやつらなんて、スパイなんてもうゴリゴリだい。おーい、アサル忍者どう？捕まえた？いや、見失った。残念だがこれ以上は追えないな。バカじゃん。カノを楽しみにしてたんだよ。それはごめん。まあどんまいだね。忍者だし、多分メモリの使い方とかわかんないやきっと。だといいな。しかし裏社会っていうのはどうも僕が思ってるよりも広くて深いようだ。それなりに経験を積んだはずだが、まだまだということか。ボスが君と無理やりに組ませたのは、そのことに気づかせるためだったのかもしれない。お、どうしたの急に。うん、だからカノコ、お前に仕事を教えてやる。え、マジっすか。ああ、どうせ君とはこれからも共存していかなきゃだからな。あの夢から覚めて、僕も現実を受け入れることにした。君を鍛えて僕も強くなる。それが最も建設的なソリューションだよ。うわー、やったー。いよいよスーパーグラマラス女スパイの誕生なんだよ。お願いします先生。いや、師匠。おいおい、はしゃぐなよ小娘が。僕の教えはそう甘かないぞ。インストールするだけじゃん。はい、あなたたち楽しそうじゃない。アメリアさん、これからみんなで楽しむわよ。イエー、あなたたちも来たってミスターショータイムが言ってるわ。は、ミスターショータイム、どういう集まりなんです？そりゃみんなで生誕記念パーティーよ。あなたたちがいなきゃ始まらないじゃない。わーい、行こうよ行こうよ。どこでやるんですか？風間の家よ。あいつ高そうなワインとかいっぱい持ってやがったみたい。もう千鳥が準備を始めてくれてるわ。なるほど、今度はあいつの家が乗っ取られたってわけだ。かわいそうでもないか。よーし、風間の家までダッシュで行くんだよ。お、やろうっての。そんなの絶対負けないじゃない。